皆さんこんばんは。今回はトータリーアキュレートバトルシミュレーターをプレイしたいと思います。ではメインメニューからサンドボックスを選びます。マップ選択画面です。アンシエント1を選びます。今回はサリッサとカタパルトの戦闘力の違いについて確かめてみたいと思います。ではまずアンシエントファクションを開いてサリッサを選んで、この辺に左前方付近ですね、青チーム側の左前方付近に1ユニット配置します。そしてメディバルファクションを開いてカタパルトを選んで、赤チーム側の右前方付近に1ユニット配置します。予想としましては、これはだいぶ分かりやすいですよね。遠距離戦長射程タイプのカタパルトに対して接近戦タイプのサリッサですから、こういう場合は遠距離戦タイプの方が有利なのでカタパルトの勝利と予想します。もし万が一カタパルトの最初の攻撃が外されてかわされてしまった場合はサリッサが有利になると思いますけどね。では確かめてみましょう。青チームサリッサ1ユニット VS 赤チームカタパルト1ユニットバトルスタート。さあ最初の攻撃当たりましたね。この場合は圧倒的にカタパルトが有利です。そしてパルクール状態のカタパルトオペレーターというのもパターン通りですね。ベストアングルのバランスを調整するのが難しいです。このぐらいですかね。難しいんですよ本当に。このぐらいですかね。これが調整の限界でしょうか。迷っております。こんな感じですかね。斜めにした方がちょっとかっこいいかなって感じがしますよね。これをベストアングルとしてタブキーで戻ります。ではここから先はサリッサを何ユニットまで増やせばカタパルトじゃないサリッサが青チーム側が勝つことができるかということを確かめていきたいと思います。アンシエントファクションを開いてサリッサを選んで、先ほどのサリッサの左横に配置して横一列密集体系です。前回のシールドベアラーのバトルを踏まえますと、最初のカタパルトの攻撃で撃破できるサリッサは1ユニットのみで、サリッサがカタパルトのリロード待ちの間にサリッサがカタパルトにたどり着いて、サリッサが攻撃を2回ぐらいしたところでカタパルトの耐久値がなくなってしまって青チーム側の勝利と予想します。では確かめてみましょう。青チームサリッサ2ユニット VS 赤チームカタパルト1ユニットバトルスタート。さあ最初のカタパルトの攻撃が予想通り1ユニット撃破。これでサリッサが2回目ですね。これが3回、カタパルトのリロードが終わった4回、カタパルト外してしまった5回の攻撃、6回、サリッサ6回目、サリッサ7回目の攻撃でカタパルト撃破です。カタパルト2回目の攻撃を外してしまったのが痛かったです。そんなにカタパルトって目測というか、命中精度悪くなかったんですけどね、なぜかこのマップでは命中精度が落ちてしまいますね。謎ですね。カタパルトって至近距離だと当たらないと思われるかもしれませんが、意外と至近距離でも当ててくるんですよカタパルトって。なので私は意外に感じました。いいドヤ顔しております。サリッサのドヤ顔が素晴らしいです。ベストアングルもなかなか難しいです。こんな感じですかね。これで結論が出ました。
サリッサとカタパルトの戦闘力の違いは1対1から1対2の間ぐらいであるというのが結論です。というところで今回の動画は終わりにしたいと思います。続きはまた次回の動画でプレイしたいと思います。それではお疲れ様です。